はい、アムです。ゾウタウンで買える身長がさりげなく漏れる靴7000。よいしょ。この動画ではですね、ファッション YouTuber として約ね3年活動していて、アパレルディレクターとしてブランドもね約1年間しているね、僕アムがゾウタウンでさりげなく身長が漏れる靴をね合計7個選んだんで、そのね選ぶ際の注意点とともにね紹介していこうと思います。全部ねかっこいい靴を用意したんで、ね、よかったらね参考にしていただけると非常に嬉しいです。では本編どうぞ。すみません、1個目の靴を紹介していきます。まず1個目がね、ニューバランスの靴をね紹介していきます。 M1906RCH でございますね。1906は今非常に流行っていまして、ちょっと前までが2002がねすごく主流で、今一番主流なモデルが1906ってね言っても過言ではないと思います。こちらの靴ですが、1906のソールはね結構分厚くて、僕は27センチをねよく履くんですが、サイズアップをすることによって中にねインソールをね入れることもできますので、合計ね約6センチぐらいね身長が漏れます。インソールに関してはね、僕が使ってるのをいつも紹介してくれって言われるんで、正直どれも同じですが紹介しておくと、 Amazon でね買えるエナーフットのインソールですね。これが3センチ、1センチ、2センチってあって、この3センチと2センチのものをね2つ持っております。このねインソールは1000円ぐらいで買えるんですけども、クッション性もあって足も使いにくいんで、割とね僕はおすすめでございます。一応ねコメ欄か概要欄にねこのリンク貼っとくんで、よかったらご覧ください。このねニューバランスの靴は今非常にトレンド性もあって、特にこの黒の色に関してはテック系でね、今のこういうスタンドカラーブルゾンとかと相性もね非常にいいので、スニーカーをね探している方は僕はこの靴をおすすめするし、身長もねインソールを入れると結構漏れますのでおすすめでございます。インソールをね入れる際は靴のサイズはねハーフサイズかワンサイズアップしてのお買い上げをねおすすめしております。カラーがブラックで、ところどころねシルバーのラインが入っているっていうのも、コーデを組んだ際にね無彩色でコーデをね邪魔をしないので、誰でもね似合いやすい、誰でも簡単にコーデに取り入れやすいってことで、この靴ねおすすめします。僕もね買おうかね迷ってますね。次がね圧倒的にコスパのいい靴を紹介していきます。 810S のシチューデンのねスティーブ・アランの別注モデルでございますね。僕もこれ昔持ってました。ブラックのね別注モデルでございまして、これはねどんなコーデにも合いますし、ソールもね結構分厚いですよ。しかもこの靴を作ってる会社はね、ムーンスターって言って運動靴、学校とかの体育館シューズとかを作ってるとこやから、機能性にも結構優れていて、機能性、見た目、身長、モデル、そしてコスパ、全てにおいてすごい高水準なねスニーカーでございます。見た目もね普通にいいのに6600円っていうね、この圧倒的安さ、しかも昨今の円安でもやっぱ日本のものやから値上がりしてないっていう、これすごいよな。圧倒的にね安くて、身長もねこれインソール入れなくても 3.5 センチぐらいはね結構漏れる、ソールが分厚いんですよね。インソール入れたらねもう6センチぐらい平気で漏れちゃうんで、仕入れがね1月上旬ってなっちゃってますが、すごくねおすすめの靴でございますので、よかったらチェックしてみてください。普通に可愛いよな。1日分のビタミン C 入りのホットレモンさ、味変わった気がするような、なんか倍の方が美味しかったね。気のせい、味変わった気がする。次がねこちらでございます。イムのシャークソールコンビネーションシューズでございますね。これもねあの値段見て今びっくりしねえけど7700円でした。過去に僕買ってレビューしてるんですけども、久しぶりに見てねびっくりしております。7700円、めちゃくちゃ安いから。サイズも XS から XL まであんねや。カラーがねブラック系ダークブラウンとありますが、まあ普通にねブラックがおすすめでございます。これねサイズ表を見ていくと、ヒールっていう欄があるんですよね。ヒールが 4.8 センチもあって、その時点でねかなり身長がね 4.8 センチぐらいね漏れちゃうというわけで、体重でね沈むことを考慮してもね、まあ、4.5 センチぐらいね漏れちゃうし、別プラスで中にねインソール2センチとかのねものを入れちゃえば約7センチ漏れちゃうってことでね、とてつもなく身長がね漏れやすい靴でございます。もう7センチってもう別人やからね、言うて164の僕が171ですからね、別人になれる靴ですね。しかも7700円でっていう圧倒的コスパで別人になれると、これはね圧倒的にコスパいいですね。あ、ブラックは12月下旬ですね。お気に入り9万5000人がしてるの、すごいな。次はこちらですね。 PG× スティーブ・アランのノックキャメル SD ですね。この PG っていうねブランドの靴もすっごいね身長もいるんですよ。
よ。ヒール4センチあって、中に2センチのインソール入れたらね、まあ、6センチぐらいは燃えるんで、 PG もおすすめです。見た目もねかっこよくて、昔からあるモカシンシューズに最近のねテクノロジーっぽいこうさ回して調整する靴紐みたいなのがついてて、すごい独特なね見た目をしております。これはキャメルやけど、探せもねブラックとかもあるんで、僕はねブラックがおすすめです。 PG はね僕も機会があれば買いたい靴の1個ですね。24,000 円しますが、高級感も申し分なくて、プラスねソールも有名なねところのソールを使っていますので、滑りにくいですよね。ビブラムソールっていうトレッキングシューズとかにねよく使えるソールを使われていますので、滑りにくくて安定性もあると。それをね思うと、やっぱり 24,000 円はね全然コスパいいんじゃないかなとね思います。次はね僕が持っているハロゲートのケンジントンっていうねサイドゴアブーツをおすすめします。僕ねこれ2センチのインソールを入れて履いてるんですが、パッと見ねこの靴ねソール薄いんよ。2センチぐらいしかないよなって思うねんけども、中にね微妙にヒールがあって、そこでねなんか3センチちょい漏れてるんですよね。微妙に中のソールが分厚くて、プラス2センチのねインソールを入れると5センチぐらいね全然漏れているなっていう感じですね。まあ、見た目もね非常にかっこよくて、アッパーにはねフレンチカーフが使われていて、靴底にはねダイナイトソールを使われているんですよね。なんで8万とかしてもおかしくないねんけども、3万6000円で買えちゃうというね、めちゃくちゃコスパがいい。ハローゲートのケンジントンはもうね秋冬大活躍するから、全人類にね持っておいてほしい、そんなねアイテムでございます。僕はセブンハーフのサイズを履いてんねんけど、ゾータウンには売ってないね。僕はセブンハーフを履いております。2センチのインソールをね入れてギリぴったりぐらいでね履いております。フレンチカーフでね革も柔らかいんで、すぐね馴染んでくれて全然ね疲れないっていう点がいいとこかなとね思います。次はねユナイテッドアローズのインラインのサイドガーブーツ。こっちはね身長ねめっちゃ漏れて、表記はないけどソールがね4センチぐらいのソールがついてるんですよ。10倍引きでね3万5000円で買えて、ケンジントンよりかは見た目が結構ねあのモード系、今から俺身長盛るぜって感じのモード系のね見た目をしてますけども、それでもかっこいいね。このかっこよさで身長もめちゃくちゃ盛れると。これならねもう大きめ買って、中にね3センチのインソール入れたらさ、こうマジで7、8センチ身長盛れんちゃう。それぐらいやっぱヒール付きなんで、足がね一気に綺麗に見えると思うんでね、めっちゃ俺身長盛りたいぜっていう人はぜひ履いてみてください。注意点としてはね、ソールが結構分厚いので、見た感じからこう身長持ってるなっていうのがね分かりやすいですね。そこだけ注意点ですが、見た目から分かっても全然いいでって方はね、こういう靴非常におすすめでございます。続いてはね最近流行りのオンクラウドモンスターっていうね靴を紹介していきます。オンはねほんま最近おしゃれな人が履いている率高いですよね。これもすごい身長重いでさ、履いてないけどかなり分厚めのねクッションが入っております。見た感じほんまにもう4センチぐらいはあるよねソール、プラスね4センチソールあるけど、軽いねランニングに使われるね用途の靴なので非常にね履きやすいです。身長漏れるのに疲れないというね、身長漏るって普通疲れんのよ、足と腰にくるんだよ。ただこれはね足腰に来ないっていうことで、身長漏れてるけども疲れたくないって方にね非常におすすめの靴でございます。このね使いにくいって個性を台無しにしちゃうけど、ここにねインソール入れちゃうとよりね身長漏れちゃうんで、19,580円っていうねギリギリ買いやすいスニーカーで、おしゃれ最先端行きたくて身長も盛りたいけど使いたくないって方にねこのスニーカーもおすすめでございますね。オン履いてるやつは2っぽいよな。小林さんっていう僕のおしゃれな友達もねオン履いてます。続いてはこちらですね、クラークスのウェスバーゴアテックスですね。クラークスといえばワラビーがね非常に流行っていたのも記憶に新しいんですけども、ワラビーはもういいかけど、やっぱスウェードのなんか靴欲しいって方多いと思うんですよ。僕もその一人で、そんな方におすすめしたいのがこちらですね。これ見た目、まあまず可愛い。で、ゴアテックスっていう素材で、ゴアテッククスやし、ビブナムソールやん、これ。すごいな。ゴアテックスはね、中の湿気は逃がしやすいけど、外側からの水気はね、弾いてくれるっていうすごい素材で、よくトレッキングシューズとかにも使われんねんけども、ビブナムソールやんな、これ、多分。写真見た感じ、ビブナムソールが使われてるね。うん。なんで、ビブナムソールっていう高いソールね、トレッキングシューズとかによく使われる高いソールを使われてると。ビブナムソール使って、ゴアテックスのスウェード素材のクラックスと。3万4000円しますが、これはね、
ね、もうクラークスのワラビーなんかもうちゃうな、みんなよりも一歩先に行ってるおしゃれな靴が欲しいな、そう思ってる方はね結構おすすめですね。僕も買おうかずっと迷っておりますね。また買ったら紹介します。ゾータンの方ではヒールが 2.8 センチとね書いていますので、2センチぐらいのねソールを入れて履いていこうかなとね思います。やっぱねゾータンではこういうヒールを書いてる靴も結構あるんで、それをね見ながら、ヒールから4センチとかあればもうめちゃくちゃ身長もありますので、よかったらねヒールを見ながら検討をしてみてください。ヒール4センチ以上ある靴の注意点としては、さっきも言ったけどこいつすごい持ってんな感が結構あるんで、ハロゲートのケンジントンあたりの靴にねインソールを入れて履くのがね、僕はこう持ってる感がなくてファッションもねあんま邪魔をしなくていいかなとね思っております。今回のがね参考になったらぜひねチャンネル登録と通知のベルマークをお願いします。このチャンネルではね低身長でも低コストで最短でねかっこよくなる方法や、あとはね低身長男性に向けたシウンというねブランドも運営していますので、よかったらですねチェックをお願いします。このねブルゾンも新作でございますので、よかったらチェックお願いします。最高にねかっこいいです。ではまたねお会いしましょう。以上アリベッテルチ、バイバイ、アッシャー。